第9部言語モデルのの数学的構造の第2部です今日はセマンティックカタゴリーの話をしようと思います。まあ、セマンティックカタゴリーは、まあ、対談内容の構造では基本的にはコープレシーフとして構成されるわけですけれどもコープレシーフがどうしてあの役に立つのかって話を最初に少ししてみようというふうに思います。 でまあ、コープレシーブというのは基本的には x から y への関数の集合を考えるということなんですけれどもあの数学対象 x の性質がよくわからないけれども数学的対象 y の性格や構造はよく分かっているとしましょうでそうしたとき x はそうじゃなくても x から y への関数の集合を考えると それがはっきりした種構造を持つことがよくあります。例えば、あれですね。あの、2位の集合上の実数値の関数っていうのは、ベクトル空間を形成します。まあ、こういうやつですね。F が X から R への関数がある。これが、まあ、ベクトル空間。だから、R の型に X が乗ってるっていうのは、そういう意味です、ね。ただ、これは、あのー、この例だったら、例えば、あの、F。 あの3次元の,あの空間、ベクター空間。これはそのままあの次数の3次元の空間になりますね。で、そういう意味では、ベクター空間というのは、あの、X から R への関数。だから、R の方に R と X で表してますけど、ね、これがだから、あの、今まで見てきた、あの、あるカテゴリー C から、集合のカテゴリーセット への関数ファクターーカテゴリーを考えるこれとまあよく似てるって話ですね。で、ここでも、あの、ト空間の場合だったら、X は別にしても R の整数実数空間の性質はよくわかってる。で、まあ、カテゴリー版で考えた場合だったら、カテゴリー C の性質は、まあ、これから考えておこうというふうに思っても、それをあの集合は、 あの構造はよくわかっていますね。で、それへの表現、あの、を、あの、関数の集合。で、これはか表現って言ったりしますね。だからこれを、あの、レ e p r e s e n t a クターと呼ぶのは、そのセットの上で表現を持たせることによって、カテゴリー C の,あの性質をもう一回ちゃんと考えてみようというときに、このコープレシーフの構成は、あるいは、あの、 あのプレシップコプレシープどっちでもいいですけどもこの構成は役に立つという話ですねで今回の場合だったらセットに変えてゼロエッチっていう単一感を持ってきていますで単一感はあのカテゴリー論的な論観点から見ると豊かな構造を持っていてクローズドコンみたいなものがあるまあ、これはだからエンリット化するための条件ですね。 それからコンプリート。これはリミットを持って、あの、ココンプリート。これはコリミットを持つ。これの方があんまりきちんと話してなかったかもしれないですけども。で、単位区間っていうのはそういう構図を持っています。で、単位区間で円ト化された2位のカテゴリー C に対して、単位区間、C から単位区間へのファンクター、C からあの01へのファンクターですね。 C 上のコープレシーフ c ハットとしてあの01 to C を考えます。これは C から0 1へのファンクターですね。で、この,こうこのコープレシーフ c ハットは単位区間01の豊かな構造を継承しています。で、それはあの単位区間01と同様にプロダクト、コープロダクト。 でまあ、これはリミット、ここリミットを持つってことから導かれるんですけれども、あとは、あの、エンリッチとかの、エンリッチ、あの、インターナルホーム、これはクローズコミュニタィブモノイズある、あの、プリオーダーであることから導かれるんですが、それのエンリッチとかされたバージョンを持っています。で、前回見た方がレマの、あの、補大の2っていうのは、 あの2二の01カテゴリー C はこの01カテゴリーコープレシーフに埋め込まれることを示していますこれは豊かな構造を持つわけですね。で、ここではあの以前定義4で定義した01上でに技化されたシンタクス型にある乗用のプレシーフを考えます。まあコープレシーフかな。 で、定音というのはこういうやつですね。あのー、シンタックスカテゴリーというのは01一でエンリチ化されたカテゴリーで、そのオブジェクトは言語の表現なんですね。その、シンタックスカテゴリーの L1 オブジェクトで、ゼロ1オブジェクト、まあ、これはシ写ですね。で、エンリ化されたシ写ですけれども、この Lxy というのは πy バー x。で、この πy X X は表表現現 Y が表現 X の確拡大である確率を表すでこういう形でシンタックスカテゴリーを定義してきました。でこれをもとにしてセマンティックカテゴリーを作ろうということなんですが L をシンタックスカテゴリーとします。これ今見たやつですね。この時セマンティックカテゴリーを L ハットで 012L として定義します。 で、セマンティックスカテゴリーというのは、あの、01カテゴリーである、あの、L1 上で、01でエンディティクされたコープレッシブの01カテゴリーだ。なんか、めんどくさい言い方したかもしれないです。まあ、エレクトとこういうやつですね。で、信クとセマンティックスの関係は、あの、左側の L っていうのが、 あのエンリックコされたあのシンタクスカテゴリー。肩に OP が乗ってるのは最後にちょっと説明しますけれどもまあこれはまあいいです。これが 4D のエンベーディングによってでまあこれも拡張された 4D エンベーディングで 012LL から 01A のファンクターカテゴリーとしてセマンティックスを定義しようという話ですね。 これ以前のバージョンだとこういうやつだと、今のこの L の方にオプが載ってるのはちゃんと話してなかったような気がするんだけれども、うんこの L からセット L として以前はその,あの言語 L、まあこれは単なるプリオーダーでしたね。プリオーダーとそのこう、あのプレシープとしてのセマンティックスあのをあの対応づける。 話をしてきたんですが今回はあの今まあ、先ほど見たようにこういう形であのシンタックスカテゴリーっていう形でエンリッチあの確率を持つようにエンリッチと関してそれが 01L から 01A のファンクターカテゴリーとしてセマンティックスを考えようということですね。でで x で表現可能なコープレシーフトの xh で lx バあの x ブランクで表しますこの l のオブジェクトや全ての表現 x について x で表現これ表現可能なってこれはプレゼンタブルで前の方の表現はあのエクスプレッションなんで日本語で同じになっちゃったんだけれどもまああの まあこの表現の意味が違うあの。表現 X っていうのはあのー、言語のエクスプレッションですね。で、X で表現可能なコープレシーフっていう場合は、これはあのー、レプレゼンタブルで少し意味が違います。で、この表現あの,あのテキスあの 言語の表現 X で表現可能なコブレシーブ。これをまあ今見たように、この HX というのは表現 X を拡張する上限付き確率としてこういうふうに定義してます。C から HX、C の値の割り当ては π。で、これはだから、あの、X が C より小さい。要するに、あの、C は X の あの拡張継続であるでそれがゼロというふうにします。でまあここはだから今言いましたようにあのこの,あの上の方の条件は x は c の部分文字列を含まれているってことを表しています。でこうした場合にだからそのセマンクスあのこのセマンティクスの中で表現 x の意味の表現の意味は 表現可能な変ト化されたコープレシーフの HX でこれは LX ブランクであると考えることにしましょうでただしこの HX というのは X を含む全てこの,あの全ての可能な表現上で定義されることになりますまあそれがだからこのブランクがあるのはそういう意味ですねこここののブランクのところは、 あのいろんんな表現があるんだけど、まあ、その中でその X を含むものでここを全て可能な表現全てを走るってことがこのブランクで表現していると思えばいいと思います、ね。ということはでもこのテキストの意味っていうのはそのテキストを含みうる,る可能な全てのコンテクストを考えた時にあの決まる いうことですよね。だからこのブランクの部分がどんどん変化していけばあのこの, X の意味は変わるんですね。まあそれはあの自然なことかもしれないしコンテキストに依存して意味が変わるっていうまあそういう言語の,あの意味の捉え方もあるんでまあそれはそあのこれはそういう見方に近いっていうまあ フースなんかはまさにそうだったわけですよね。まあこれはでもあのいろいろ微妙なところがあってまあ面白いなと思ってるんですけれどもで要するにあの前回見たヨナザの古題のエンベディングがこのテキスト X をその意味 HX に割り当てるということになります。 で今はちゃんと説明、コバリアントファンクターとコントラバリアントファンクターの違いをちゃんと説明してこなかったんですけれども、この米田の砲台で向き、あの、射が逆向きになるんですよね。まあ、それはだからコントラバリアントファンクターというんですけど、まあ、その関心はこう、ちょっと考えてみましょうということです。 で、テキスト y をテキスト x で拡大したもの。まあ、それが、例えば lxy が a。これはあれですね、確率なんだけれども、これがゼロではなかった。まあ、1個は存在,一個存在した。とすると、この4七マッというのは、この左側の x から y の者へ、あの、まあ、値を持つ上があったときに、H、hx から エッ HY からエッ HX X あの場合に現れる順位は逆になってますねでこれをコントラバリアントだからこれあの先ほどの図の中で L の肩にオ,オポジットが載ってた理由はそれなんですけれども、まあ、これはこういうふうに解釈できる、まあ、この図で左で、まあ、これヒンタックスカテゴリー上でテキスト Y はテキスト X の拡大であることを示しています で右の方はスマンティックカテゴリー L ハットで,で HX は X の意味を表しているんですがただしそれは X を含みうる潜在的に可能な全てのコンテクスト上での X の意味ですね。で右の図であの HY というのは同様にテクスト Y が表れる可能なコンテクスト上での Y の意味を表しています。 で、X が出現可能なコンテクストのは Y が出現可能なコンテクストの拡大にあるんですね。で、ある具体的なあの表現が、あの具体的なコンテ,テキストの継続が与えられたときに、あの、それはその表現を利用することもできる潜在的に可能なコンテクストを制限するっていうことですね。で、だから、あの、X の あのコンテクストの方があの Y のコンテクストの大きいということであの向きが逆になるとということです、えっと、実はこの論文は実はその後にあのにリミット・コリミット、まあ、先ほどあの今回のセミナーでもエンド・オアロジカルなものの解釈の中で、まあ、リミットと,あのとしてプロダクトコリミットとしてのあの コプロダクトを使ってエンドとはを解釈するとやってきたと思いますけれどもそれと同じようにこのエンリッチ化されたあの枠組みの中でもそのそういうあのエルハット上でいろんな構造が実はあるんでそれを使って論理的なものをあの解釈できる。でそういう意味で あのー、まあ、ある、重み付けられた、あのー、リミット。ある、まあ、それは確率を持ってもいいかもしれませんけれども、ある、ある数値で、あの、重みを付けられたリミットやコリミットっていう形で、あのー、まあ、前回見た、あのー、 プロダクトコリミコプロダクトの拡大をしています。これもとても大事なことで、まあ、要するに大規模言語モデルはなぜあの数学に弱いかっていうとそのことが実は今のメカニズムでは十分その反映されていないってことが一つあるんだと思いますけれどもあのただそういう、まあ、例えば言語モデルでいうと。 あの、エンテールメント、外移みたいなやつもなかなか苦労してるわけなんだけれども、あの、そういうところに拡張する可能性のある、あの、エンリッキドバンのコリミットリミットの提案をしています。まあ、ただ、それだけじゃ無理だろうと僕は思ってるんですが、あの、まあ、あの、先にあの、 エンテイルメント。まあ一番わかりやすいの A ならば B っていうあの、インプライのコードの説明もなかなか面白いんですけども、今回は、あの、割愛することになりました。申し訳ないんですけれども、あの、この論文自身はそういう形で展開の方向を示しているということを、あの、少し触れておきたいというふうに思います。